皆さん、こんにちは。メデオ町の小坂と申します。美味しいステーキ屋さん、これね、ぜひ皆さん行ってみてください。ちょっと店舗数が少ないんですけれども、1000円ステーキでご飯、お味噌汁、お供がおかわり自由というですね、感動の肉と米というところについに行ってきましたということで、私が行ったのは青葉台店ですけれども、都内では新橋にあるみたいですね。ちょっと変な場所に多い。で、まだまだ店舗数少ないんですけど、これね、近くにあったら何度も行きたいなっていうお店ですね。ということで紹介をしていきたいと思います。これすごくないですか？ロースステーキ1000円。で、ご飯もおかわり自由、お味噌汁もおかわり自由。そして、ご飯のお供もおかわり自由ということで、なかなか1000円ステーキってないですよね。まあ、かつてのいきなりステーキが、なんかそういうイメージでしたけども、いきなりステーキ軒並みなくなっちゃったじゃないですか。で、これ、私1000円のロースステーキセット頼んだんですけど、1000円だとちょっと肉少なめなので、プラスハーフしても1450円なんですよね。で、ダブルにしても1800円ということで、これ結構お得なんじゃないですかということなんですよ。で、これ1000円のやつです。まあ、肉ちょっと拡大してますけど、まあ、これだけでももう、女性の方とかだったら十分かもしれませんけれども、まあ、ちょっと男性だとやっぱりハーフ、プラスハーフか、なんだったらダブルにしてもいいかなっていうところなんですけど、何よりですね、これですよ、これ。野沢菜、キムチ、めかぶ、そして、牛しぐれが、食べ放題ということで、これ、まずステーキでご飯一杯食べるじゃないですか。で、この牛しぐれで一杯食べれるじゃないですか。で、なんだったらキムチで一杯食べれるじゃないですか。で、さらにですね、卵、生卵一つまで一人 OK なんです。なので、卵ご飯で一杯いけるじゃないですか。だからもうステーキだけでお腹いっぱいにならなくても、ご飯おかわり自由で、で、しかも卵があってこれがあるっていうことなので、これも最低3杯はいけますよねっていう感じなんですよ。これすごいですよねっていうことです。で、お味噌汁はですね、これボタン式ということで、なのでおかわりもなんかいちいち店員になんか言うのって、なんかちょっとめんどくさいじゃないですか。だから自分で取りに行けばいいと。そしてね、ご飯もスイッチを押せばご飯が出てくるっていう、そういうなので、ご飯も気にせずですね、いけると、おかわりできるという感じになってます。それから、なんかいろんなソースがありますよみたいな感じなのと、まあ、店内は割と青葉台は、ああいう青葉台店は非常に綺麗なところでしたということで、ぜひこのね、感動と肉と米、だから、なんか、まあ、肉も美味しくて安いんですけど、ご飯いっぱい食べれるぞとか、牛しぐれとかキムチあったらいくらでも入るぞみたいな人、わあ、もうめちゃめちゃお得だと思いますということで、最低でも1000円のステーキということで、まあ、ハーフ足しても1450円ということで、ぜひですね、皆さん、この感動の肉と米、ぜひ行ってみていただきたいなと思います。